クラウディオ・カスタニオリによるジャイアントスイングジャイアントスイングはプロレス技の一つである。仰向けの相手の両足首を脇の下に挟み込んでから抱え上げ、回転しながら相手を振り回し、平行感覚を失わせることでダメージを与える。最も有名なプロレス技の一つであるが、現在のプロレスではパフォーマンスとしての意味合いが強く、使用頻度は低くなりつつある。 力任せでできそうに見えるが、綺麗にこの技を決めようと思えば、実はパワーよりも自らの平行感覚と身体的なバランス感覚が高いレベルで必要とされる難しい技である。口実するように得意としていたプロレスラーは、怪力レスラーよりもテクニシャンタイプが多い。1950年代から1970年代にかけて活躍したアメリカのレスラー。 ロニー・エチソンが1961年に日本プロレスが開催した第3回ワールド大リーグ戦にアメリカ代表として出場した際に日本で初めて披露した。ロニーはこの技を先輩レスラーだったサンダー・ザ・ボーから教わったと語っている。その後、ドンレオ・ジョナサン、ゴリラ・モンスーン、ビル・ミラーが盛んに使い始める。ジンキニスキーも時々使っていた。 モンスーンとキニスキーは、ジャイアントババを振り回した実績を持っている。日本では主に女子プロレスで使われ、ジャッキー佐藤、ライオネスアスカ、井上京子と引き継がれている。中でもライオネスアスカは、ダンプ松本を振り回したほか、1984年10月29日、山崎いつき相手に当時最高の24回転を成功させるなどして、第一人者となる。 そして1990年代に入り、男子でも、長谷博氏が、毎試合見せるようになり、使い手に名乗りを上げる。ホナが登る男に25回転を仕掛け日本記録を更新すると、前世紀には30回転を超えるまでになった。引退試合では、自身の年齢と同じ45回転を決めて見せた。一方、淵正信がわざと相手をきれいに持ち上げずに振り回す、ことで、 相手の頭がリングと擦れて摩擦熱でダメージを与えるというジャイアントスイングをファミリー軍団との試合で繰り出していた。これで笑いを取った後に長源のはるかがまともなジャイアントスイングを繰り出すのがお約束。アレックサンダーを打つかはかつてよく見せていたが最近は使わない。スポーツ会員以外ではナンバグランド花月での吉本新喜劇の舞台で プロレスが好きで座長の石田康氏が相手に言うことを聞かせるための荒技として使うこともある。また、めちゃにイけてる。ないのコーナー、爆裂お父さんで、加藤浩二扮するお父さんが、お仕置きの手段として使っている。使うたびに体力が減り、最後はフラフラになるのがお約束。コンピュータゲームにおいて、新日本プロレスを題材にした。 新日本プロレスリングトーコンレッツデンシリーズや全日本プロレスを題材にした全日本プロレスシリーズにはいずれもハセがキャラクターとして登場しておりゲーム内でもこの技を使用できるその際技を仕掛けた側のハセもフラフラになる点まで再現されているまたバーチャファイターシリーズの登場キャラクターウルフホークフィールドの必殺技とされておりシリーズ通して 投げ技単体としては最高の攻撃力を誇っている。長谷博史によると、この技をかけた際に自分の目を回さないようにするコツは、目線を回す方向とは逆にしながら回すことだという。これは、バレエのフェッテのコツと同じ原理である。ありがとうございます。